これレンタルするとあれですか、いつもここの部分意外と壊れてくるよなって、まあ分かりやすく言えばそういうのあるんですか。足回りは結構ダメージがある。ダメージって目で見えますか。目で斜めってる。斜めってる。あ、これが、はい、これなんで斜めになるんですか。ここを摩耗してどんどん薄くなっちゃうんですよ、はい、で右左に振るんですか。やっぱり振る時にあの鉄板薄くなっちゃうとなっちゃうんで。この補修はどうやってやっていくんですか。これはもうこれを交換です。あ、全交換。補修は効かないんで。効かないんでね。今ノギスでどこをこれ見たんですか。これノギスどうやって当てたんですか。ここの幅とここの幅が、あで、そうするとあの斜めっていうとここがここはそのままでこっちガタガタするんで、あ隙間がその隙間がね、はい、あのマスキングは何のためですか。あの交換する場所を、目印で。なるほど。そのローラー交換なんですね。交換ですね。今ノギス使ってませんよね。使ってない。あ、ここの内側のヘリ、ここの内側が減るんで、もうここがだいぶ減ってきたらもうダメなので。あ、そうですか。あの曲がり関係、曲がんない時もあるので。本当にありがとうございました。また私も深く勉強してもう一回出直します。